サワディカー、それでは皆さん突然ですけれどもチャット GPT 使ってますか？ねえ、このチャット GPT っすよ。めちゃめちゃ便利じゃないですか。この衝撃って言ったら、あのガラケーですよ。あのガラケーからスマホに変わった衝撃以上のものを私は感じてるんですけれども、いかがでしょう。もう世界を見てもこのムーブメントの大きさっていうのは分かろうものですよね。あの Google だって大変な騒ぎになったって言うじゃないですか。ただ一方ではチャット GPT もちろん耳にしたことはあるけれども実際にまだ使ってないよという方、使ってみたけれどもいまいちやり方がよくわかんない、もしくはやってみたけれどもそれほどの利便性は感じられなかったという方もいると思うんですよ。何を隠そう、私自身チャット GPT 初心者です。いやね、言い訳としましては今年の2月ぐらいですかね、やっぱやってみたんですよ。で、いろいろ試してみてはいたんですけれども、試しに自分の名前を打ってこの人物について教えてくださいっていう風に言ったんですよ。そうしたら私の名前が出てきて、この人物は日本国の総理大臣でどうのこうの、あることないこともいっぱい出てきたんですよ。それで私はその時は一旦とどまったんですよ。まだちょっと早いのかなと。でもね、でもですよ、これだけのムーブメントが起こってるんですよ。こんなもんじゃないんですよ。なのでまだチャット GPT を触ったこともない人、それから半年前の私のようにやってみたけど一旦断念した人、あるいは可能性にはすでに気づいているけれどもやり方がよくわからない人、それからすでにチャット GPT をやっている人、すべての人におすすめなのが今回の参考文書、こちら堀江貴文のチャット GPT 大全、こちらですね。すごいですよ、もう今やらないやつはバカって書いてありますからね。いや、これね、自分はそういうのに疎いからだとか、自分はもう年いってるからだとか、それから世の中はとっくにスマホになっているのにいつまでもガラケーを持っていた人っているじゃないですか。そういった方は今回は注意ですよ。これから間違いなくチャット GPT、 まあだけじゃないと思うんですけれども、この AI の時代がますます進行されていくわけじゃないですか。いつまでも人間自身が自分で検索する時代というのは続かないんですよ。そういった検索するといった行為が今まさにシフトしようとしているところなんですよ。だからまだ間に合うんですよ。そして今回のこのチャット GPT 大全に関してはまさに私も一緒に学んでいく姿勢でおりますので、ぜひね、みんなで一緒にこのチャット GPT 使いこなしていきましょうよ。はい、ということでまずはこの本のタイトル、堀江貴文という人物について軽く触れたいと思います。というのもこのチャンネルはいくつかの海外向けに配信もしておりますので、この日本人にとってはもう本当知らない人はいないって言われるぐらいの影響力を持つ人なんですよ。ちなみにこの堀江貴文という人はウィキペディアによると、日本の実業家、著作家、政治活動家、投資家、タレント、参院議員私設秘書、 YouTuberといった風にいろんな肩書きを持つ人で、もはやメディアで見ない日はないというぐらいの人なんですよ。で、今日本ではこういった人物っていうのは、まあ、何人かいるんですけれども、その中でもこの堀江さんっていう人は、私個人的にはですよ、ある意味で人間臭いところが大好きなんですよ。例えばこういうところですよ。さっきもお見せしましたけれども、この今やらないやつはバカってもうそのままじゃないですか。この一言が一番わかりやすい部分ってありません？つまりこのチャット GPT の魅力を一言で言い表してると思うんですよ。今やらないやつはバカですからね。このようにこの人はいつも確信をつくところを、まあ本質の部分ですよね、ズバリ言うのでしょっちゅう炎上してる人なんですけれども、でも言ってることはいちいち的を得てるんですよ。バカだけじゃないですよ。人に暴言吐くときは人のことをうんことか言いますからね。うんこて。ということでこの堀江さんっていうのはこのチャット GPT だけじゃないですよ。あらゆる分野で、基本的にこの人は実業家なのでビジネスを通じていろんな分野に精通してるんですよ。そんな堀江さんがチャット GPT の本を出すっていうので、もうここにもある通り発売前から超話題っていうことなんですよ。で、この本の特徴としてはこの堀江貴文だけではなく、経営者だとか政治家、お医者さんだったりプログラマーだったり、いろんな分野の第一人者18人にその活用法を聞いているんですよ。だから堀江貴文この人だけの一辺倒な考えじゃないんですよ。いろんな人の活用法が載っているというところがこの本の醍醐味なんですよ。だからいろんな分野のいろんな活用法をこれからご紹介していきますので、皆さんもぜひ自分に合った活用法を見つけてください。
はい、ということでまずはその活用法をお話しする前にチャット GPT とは何かを簡単におさらいしてまいりましょう。ではね、早速ではありますけれども、それを私が説明するのではなくチャット GPT に聞いてみましょう。いきますよ。チャット GPT とは何か簡単に教えてください。そうするとですね、このように出てくるんですよね。はい、今出てきますよね。こんな感じで出てくるんですけれども、ちょっと読み上げますね。チャット GPT は OpenAI によって訓練された大規模な言語モデルで GPT-4 アーキテクスチャに基づいています。ユーザーとテキストベースで会話することができるツールです。はい、わかります。よくわかんないですよね。ただ、チャット GPT とはこういったやり取りをするっていうことはなんとなくわかりましたよね。では、もっと身近な例に例えてみましょう。今週末にお目当ての異性と夕食に行くってなったとするじゃないですか。そしたら皆さんどうします？まずは Google で検索しますよね。雰囲気のいいレストラン、個室があるかどうか、メニューの内容や値段とかも調べるじゃないですか。で、いくつか出てきた候補の中から選んで電話して予約するんですよね。チャット GPT はそんな回りくどいやり方はしないんですよ。プロンプトって言って、チャット GPT に指示する文章、まあテキストがありますよね。そこに自分の希望条件、だからつまり簡単に言うと、何日の何時からデートします。希望のお店は何々、何々、何々って言って条件をつけて、例えば3店舗リストアップしてくださいといったように入力すると、その日時に席が空いてあるお店だけをピックアップしてくれるんですよ。しかももちろん指定した条件に合わせてですよ。で、さらにすごいのがチャット GPT にはすでにいろんなプラグインがもう登場してるんですよ。あの食べログも登場しているので、例えばその食べログを導入するじゃないですか、プラグインで。そうするとそのリストアップした店名の下に予約はこちらみたいな感じであって、そこをタップするとそのお店のページに行ってオンライン予約ができるということなんですよ。だから細かいことは抜きにして大きく言えばですよ、これまでは人間が検索して必要な情報を見つけていったじゃないですか。一方でチャット GPT は必要な条件を指示するとその答えを生成して提示してくれるんですよ。ここが大きな違いなんですよ。だからこれまでは検索するスキルが問われてきたんですけれども、これからは指示するスキル、もしくは質問するスキル、ここら辺が重要になってくるんですよ。はい、それから一つ補足といたしましては、このチャット GPT 無料バージョンと有料バージョンがあります。この無料と有料の違いというのは、例えばレスポンスが早くなるだとか、カスタマーサービスへの優先的なアクセスができるとか、あとは文字数の制限だったり質問する回数の制限、こういったものがいろいろあるんですけれども、私個人的な見解からすると、有料版の何がいいってやっぱりプラグインなんですよ。プラグインが使えること、ここにつきますね。ちなみにこの有料版、その料金とは今現時点だから2023年9月の時点では月額で20US$ でございます。さあ、ではこの毎月20ドルが高いのか安いのか、それをこれから皆さんと一緒に検証してまいりましょう。はい、ということでまずはあの堀江さんがこんなこと言ってます。人によってはイベントに呼ばれてスピーチをする場面があるが、あの原稿を考える時間が無駄だということなんですよ。チャット GPT には文章を生成する能力がありますからね。しかもテンプレートじゃないんですよ。さっきも言ったプロンプトだから、人間側が指示する内容によってオリジナルの文章を作ってくれるんですよ。そういったことを言うと、このイベントにおける原稿だけじゃないですよね。文章系のもの、例えばちょうどタイムリーでなんかニュースでやってたんですけれども、学生の読書感想文なども簡単にできちゃうんですよ、これで。だから学校側はいかにしてこのチャット GPT、まあ、だけじゃないですよね。要は子供たちが AI に宿題をやらせるという問題に直面してるらしいんですよ。まあそれは置いといて、ブログだったりだとかプレスリリースの文章だって、オリジナルの文章が作れちゃうんですから、ありとあらゆる資料の作成においてはなんか活用できそうですよね。そういうことなんですよ。だから堀江さんは言うんですよ。一部の人は AI が人間の仕事を奪うんじゃないかというふうに危惧しているが、私はそうは思わないと。 AI というのは我々の仕事を奪うのではなく、我々がより重要な仕事に集中できるための時間を与えてくれるツールなのだと
ということを言ってるんですよ。まさにその通りですよ。挨拶文だとか謝罪文だとか仕事におけるビジネスメール、そういった文章を全部丸投げで作ってくれるんですよ。あとはこんなことも言ってるんですよ。 AI と人間が競い合って AI の方がうまくできる領域があったとしても、それが人間の価値を下げるというわけではないと。AI が得意な分野は AI に任せ、人間が得意な分野は人間が頑張ればいい。だから我々は AI と競うのではなく、自分たちが本当にやりたいことだけをやって生きていけばいいのだ。なるほどなーっていうことですよね。ただこれって私その時代に生きたことがないからわかんないですけど、おそらく産業革命もそんな感じだったと思うんですよ。だってそれまでは人間の手でやっていた仕事が全部機械に持ってかれたんですから。それが産業革命じゃないですか。堀江さんは言います。世の中の多くの人々はまだ AI が一瞬で片付けられるような仕事に何日も何週間も必死になって取り組んでいるが、我々の世界は少しずつ、でも確実に AI の時代へと移行している。で、この手のテクノロジーが登場して世の中に変化をもたらすには大体5年ぐらいかかるんですって。チャット GPT が登場したのは2022年11月なんですよ。まだ間に合うんですよ。偉そうにあなたの周りでチャット GPT を使いこなしてると言ってる人もまだ使い始めて1年も経っていないんですよ。まだ間に合います。やりましょう。はい、続いては堀江さんではなくて、今度は語る人物が変わってビジネスインフルエンサー田畑さんという人のお話です。この人が言うには、チャット GPT というのは固有名詞については聞いてもダメだけど、もっと哲学的なものだから、答えがなくてみんなで議論するような話、そういった方が向いているということを言うんですよ。だから日本では壁打ちっていう言葉があるんですけれども、これは誰かに気軽に話を聞いてもらってその反応を見るっていうことなんですよ。もっと言えば相談っていうほどまだ話がまとまってない段階のアイデアだったり、そういった時に人に軽く話してその人の反応を見るということが壁打ちといって、日本のビジネスシーンではよく使われるんですよね。その壁打ちにはすごくいいということなんですよ。だからこの田畑さんっていう人は、客先に行く前に想定される反論をチャット GPT に提示してもらってるんですって。なるほどなーっていうことじゃないですか。あらかじめ反論してくるようなポイントが分かれば、これは強みじゃないですか。そして田畑さんは言います。こういうことを永遠と嫌がらずにやってくれるじゃないですか。そこがチャット GPT は最高なんですよ。いや、ここは確かにチャット GPT の醍醐味の一つでもあると思うんですよ。だって何かしらの文章を提示してくれるじゃないですか。それって自分のプロンプトに対して 100% の回答が返ってくるとは限らないんですよ。それは自分が入力したプロンプトの質に関係するところはあるんですけれども、ただチャット GPT が上げてくる文章に対してほぼほぼ永遠とダメ出しができるんですよ。これね、人間関係だったらなかなかできないことですよ。それをチャット GPT では何も嫌な顔をせずにやってくれるんですよ。あとはこの田畑さん、面白いことを言ってるんですよ。メンタル系の相談とかコンプレックス系、それから遺産相続とか不倫しているとか、こうした人に言えないような相談をするときにはチャット GPT は向いているよねということなんですよ。ここで私一つ思い出したことがありまして、私がまだ下積み時代だった頃にとある企業に入っていた時の話なんですけれども、その企業のサービスというのが超富裕層向けのコンシェルジュサービスだったんですよ。その企業の携帯電話があって、そこにコンシェルジュボタンっていうのがついてるんですよ。そのボタンを押すと我々がいるコンシェルジュデスクにつながるというサービスなんですよ。だから自分の業務としては電話のオペレーターですよね。ただし普通とちょっと違うのは、相手様が超富裕層なんですよ。まあその内容はこの場では言わないですけれども、とにかくいろんなリクエスト、いろんな相談があったんですよ。でもこのチャット GPT ってまさにそのコンシェルジュサービスなんですよ。超富裕層があの時何百万も出して求めていたコンシェルジュサービス、それが今ではこの携帯の中でチャット GPT でできるんですよ。コンシェルジュサービスを持ってるようなもんなんですよ。夢見ていますか、この国の未来を。もがいていますか、明日を生きるため。ここ志高く駆け抜けた同志の